ということで始まりました特別企画、今回は修理持ち込み2021多かったランキング、多かったランキングね、はい、やっていきたいと思います。まあ皆さんこれは電動ガンで、よく壊れるところ、店頭で受け付けるやつ、まあ、1年通してすごい多かったなと思うのを、はいはいはい、まああの対処方法とともにちょっとお伝えしていこうかな。ベスト5ね、はい、ワースト5とか、ワーストです、ね、ベストじゃないね、うん、ワースト5、やっていきたいと思います。はい、さあじゃあ第5位、はい、第5位持ち込みで多かったの、持ち込み修理で多かったのギアクラッシュ、はい、ギアクラッシュっていうのはね、どういう症状かというと、はい、ギアがね、はいはい、打っても空回りするような音がする、ギュンギュンとか、本来はパン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 っていう音がギュンギュンってこう空回りしてる、ウィン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 とかさ、ね、あの通称未来銃っていうね、はい、昔のキュン、そうそうそう、キュンって言ったりするっていうのがギアクラッシュなんですけど、まあ、分かりやすいことだね、まあ、これ、壊れてる場所は様々なんですけども、まあ、ピストンが、はい、刃が欠けちゃった、ギアの刃が欠けちゃったとか、メカボックスの中で、うん、これはね、対処としてはすごいひどいこと言っていい、はいはい、プロに任せましょう、これね、優しく言ったね、このカンペには店に持ってけって書いてあー、そうですね、うん、持ってけ、 P 入りますから大丈夫ですよ、店持ってけと、うん、自分で開けようなんて思うんじゃねえと、いうことでございまして、これあとはモーターのオフセットを調整することで、はいはいはい、治る場合もあるんですけども、ちょっとねそこも、自信ない人、自信ある人も、ケースバイケースあると思いますけど、まああのねネジなんでね、打っていけば緩む場合もありますから、ぜひこれ海外製なんかはね、そこもチェックしてもらえればなと思います。これ多いですけど、はい、これが第5位でございます。ギアクラッシュ、続いて第4位、はい、第4位よね、これ、はい、弾道不良は弾速不良、これでね持ち込まれること多いんですけど、うん、どういうことかっていうと、まあ打った時に弾速がこの、うん、まあ今真っさなかかな、12月とか、これ真っさなか、真っさなか冬真っさなか、真っ盛りみたいなね、真っ盛りで、はい、2月ぐらいまでの間に、温度変化でパッキンの硬さ変わっちゃったり、グリスの硬さ変わっちゃうんで、はいはい、弾速初めの冬出ない時あるんですよ。特に寒い時期が多いと、多いね、うん、95でセットアップしたやつが30だったりとか、うん、25で壊れてるんじゃないかって言われたら壊れてますよね。あとサバゲーに持ってって、うん、寒い車の中でノリノリで行って、で現場に着いて、まあ、冷えてる、うん、でもう車の中に前日から入れてたなんていうのは最悪でございまして、うん、パッキングリス、キンキンに冷えてるわけね、もうキンキンに冷えちゃってるとゴムも硬いわけですから、はい、柔軟性なくなって、ホップアップもしっかり効かないし、はい、弾道も安定しないしと、そういうことがあって、はい、これ対応策簡単なんです。マガジンを、2マガジンぐらいセミフルを繰り返して打つと、ちょっとグリスの潤滑よくしてシリンダーを摩擦熱とかかけて、2マガジンっていうのは多弾装、2マガジン、そうですね、ノーマルマガジン、多弾がいいですね、多弾がいいですか、多弾で600発ぐらい、うん、M4 系だったら、はいはい、打ってもらってフロートで打って、グリスを鳴らしてからやってもらった方が戻る、可能性の方が高いですね、うん、で弾道に関しては、うん、もう極論弾を変えてみるとか、インナーバレルの清掃をするとか、しないともうどうにもならないケースあります、うん、でさっき言った温度、うん、で弾道もえらく変わるので、はいはい、ホップアップが全然効かないから弾ストーンと落ちちゃったとか、大したことない修理っていうことも稀にじゃなくて結構頻発に起きるので、うん、まあこれも、もうどうにもわからんと、うん、店行けや、持ってこいと、持ってこいとそのために技術者おるから持ってこいと、うん、はい、いうところでございますかね、はい、これやってダメだったらすぐに持ってこい、持ってこいと、うん、いうことでございますね。これが第4位、口は悪い方がいいのかな僕大丈夫ですよ、大丈夫ですか、ピー入れないかもしれないけど、そのままこのぐらいだったらね、そのままね、さあ続いて第3位、ギアロック、これねギアロックっていうと、はい、なんか語弊があるから、はい、よくないんですけど、セミオートとかフロートとかセミ線とかいっぱい打ったりする人とかいますよね、はいはい、パンって打っててカツカツカツってこうもうバッテリーが切れたかのようにね、あのロックしちゃうとき、ダダダダカツカツカツ、あーやばいどうしようってなったとき、これね故障だと思う方非常に多いんです、はい、壊れてないんですなこれ、まあ本当に壊れてるときってあるんですけど、一番多いのはカットフレバー
とタイミングがずれてしまって、うん、まあ専門用語いっぱいバンバン出てますけど、ね、セクターギアとかカットウレバーの関係上ガツって噛み込んじゃったりした時に、もうニッチもダッチもセミオートじゃ動かないよと、噛み合わせが悪くなっちゃうわけですね。そうなんです、もう、どうやっても動かせない状態っていうのが起きちゃうんですけど、これね、本当にバッテリーがない場合があるんですね。プッてこうカツッ、もう何もないな、はい、バッテリー交換まずしてみる。でバッテリー交換しても動かない、でこれ条件が結構あって、セミオート線をしてるときに圧倒的に多いんですけど、セミオート線をしてて一生懸命セミオートのトリガー引いてたはずなんだけど、ハーフトリガーみたいにねこうちょっと引いてやめちゃったとか、その場合非常にねロックの可能性が高いです。次世代電動ガンなんか多いんだけど、これ対処方法はさっき言ったバッテリーを変える、おわフルオートで打ってみる、まずはフルオートポジションに切り替えたら動いちゃったってこともあると。あとは、バッテリーに自信がある人、俺自称、バッテリーに自信あるぞ、も俺も2021年のほら、22年の目標をさ、自称できる人だ、自称できる人、そうそうそう、自称できる人的にはバッテリーの出やつ上げてみるんですね、11.1 に、それで噛み込みを無理やり動かすドライブ方法と、あとはモーターを外してみて、モーターを外す、はい、逆転防止ラッチのところから、それを解除する、動いちゃうときあるんですね、はい、もう本当にこれはレベルで言ったらバッテリーを変える、モーター外すのはもうプロ行けや、ロックして、ロックのフルオートとバッテリー交換も絶対した方がいいです、そうしたらもう、あ、動いた、でちょっとフルオートを打ってもらった方がいいですね。一番最初ですか、あ、ちゃ、そうそう、まずフルオート、ただこれあのセミ戦の時だとあのフィールドさんによってはあのねフルオートで打っちゃダメってもちろんなってる時があるので、そこだけ、ね、申告してくれるのがね、あるよね、あのギアロックですって言えばアフロート一回いいですよっていう場合もねあるんで、そのレギュレーションに従ってぜひ ねこれはシューティングレンジとかでね安全管理してやってみてください、はい、これが第3位と。いやーね、もうあと2つは結構もう当たり前のことなんですけど、はい、じゃあ第2位、第2位いきますか、はい、自分の経験値から、はいはい、大体の人が持ち込む方、弾出ないって言うんですよ。ああ、はい、弾出ねえんだよ、そうそうそう、弾出ない、デビちゃん弾出ねえんだよ、弾取ってよ、弾出ねえっていう時にこれ今まで言ったやつも全部含まれるんですよね、弾出ないって、はいはいはい、これ弾は出ないね、ここ壊れてるわけ、もうギアロック次第で、はい、弾速は弾出るけどギアクラッシュなんかはね弾出ないんですけど、はい、これはスムーズに行く方法っていうのが、まあ球弾雨量が第2位なんですけど、BB 弾が発射されないのがマガジン入れて巻いても弾出ませんとかそういうのがあると思うんです。本当に弾出ないケースあるんですけど、これ対処方法すごい簡単な方法があって、まず弾変えます、弾変える、はい、本当に発射音はするけど弾出ない時は弾変えます、普段使ってる弾じゃないないやつ、はい、ロットによって変わっちゃってるかもしれない、でもう一つ友達のマガジンとかあったらそれを使わせてもらう、互換性の問題が結構出てきて、前まで使えてたけど今使えないじゃんなんていうことも急に使えなくなったあるんですよ、はい、で、これマガジンが故障することだってありますから、急にね、ゼンマイがうまく巻き上がらなくて壊れちゃったとか、ゼンマイが中で切れちゃった、それとも、ゴミが挟まってしまって、もう巻き上がらない、あとは通常の140マガジンだったら、弾が途中で引っかかっちゃった、あるんですよ。それを防ぐためにもまずは弾を変えてみる、マガジンを変えてみる、この2つで、あとね案外のが刺さりが甘い、ちゃんと入ってない、そうマガジンがこうカチャってこうやってみんな入れるだけ、はい、入ってると思ってたけど浅かった、浅かった、はい、でこれどう対応するかっていうと、ほとんどのマガジン僕ら叩くんですよ、軽くねこうコン、いやそんな上から叩くことを一回もしたことないじゃん、芝居てるわけじゃないじゃなくて、こう入れて確認コンって叩いてみて落ちないようにすると、これってねタップすると出ちゃう時があるんです。であとねもう一つちょっとちょっとワンランク試したら便利なのが、マガジンを押さえながら打ってみる、それで出た場合はそう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 、それだともう球弾の可能性高いんですね、マガジンキャッチとかね、ですからそこら辺の球弾不良をやってみるといいんですけど、あと もう一個重要なのは温めてみる、
パッキンが。それで2時間ぐらいいてあげれば熱は伝わるかもしれないけど、裸の方が温まんだみたいなこと、ね、でもメタルは冷たいぞ、ガチガチやぞ、もうこの冬場のメタルは絶対やだ、ちょっとやだね、そうマガジンの交換、弾の交換、あとは温度を上げてパッキンをなじませてみると、はい、これやってみると球団不良、4位の球団不良と一緒のような、うん、4位の断続不良とか、まあこれはね、パッキンが影響してる場所なんでね、めちゃめちゃこう長くなるんでね、サクサクって言ってますけど、そういうことにするといいと思いますよ、はいはい、これが第2位でございます、球団不良、もうそうなんです、はい、栄えあるワーストオブワン第1位、なんでしょうね、不動、不動、全く動かない、もう電気を、うん、もそうです、これが一番もう何が何でも多い、動かないよと、ほとんどこれ、うん、動かないっていうことに対しての解決の、うーん、その場解決が半分半分ぐらい、うん、50% ぐらい持って帰れたりする、半分ぐらいその場ですぐ治っちゃう場合と、あ、これはちょっと手がかかるぞっていうことね、そう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 、はい、があるんですよ、はい、これどう対処するか、うん、これすっごい簡単なことなんですけど、まず一番最初にやらなきゃいけないのは、ヒューズが見れる方はヒューズ見てください、あのね、ニッケル水素からリポバッテリー使っただけでヒューズ切れますから、うん、ノーマルだと、でヒューズが単純に切れてた、うん、で昔の考えだとヒューズ切れてたらメカトラブルなんか起きてたんですけど、まあどっかに負担がかかってる、そうそうそう、ね、今バッテリーが元気になりすぎちゃったせいで、うん、バッテリーの電圧がもう、あ、これおかしい電気来てると思ってパツンと切っちゃうんですよ、うん、まあその場合は対応策はヒューズを上げればいいんですけど、うん、で本当に壊れてる場合はもう、うん、このギアクラッシュと、あの合併症を起こしてますんで、うん、合併症、そうです、はい、生命の危機にもね、うん、なるかもしれないから、ちゃんとこの合併症を起こしたなと思う場合は、ヒューズ交換してまたすぐ切れちゃったら、もうちょっとなんか違うとこ壊れてるかなっていう、打つんじゃねえってやつですね、はい、もうヒューズが2度目入れて切れたら、うん、もう絶対打つな、うん、っていう、本当に中何か起きてるっていう、ね、ことがまず考えられるのと、はい、あともう一つ不動で多い原因はモーター端子の外れ、はい、これご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、モーターのコネクタって刺さってるだけなんです、ブサブサッとこう刺さってて、で蓋でこう押し付けてテンションでこう抜けないようにするんですけど、いいですか、モーターもジャンプしたり回転するわけですよね、こうガコガコってどん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 コネクタは逃げよう逃げようって上がろうとして逃げちゃうわけですね、で買ったばっかりなのにって言うんですけど、打ったら外れますよ、まあ動いてどうしてもそれはね、はい、うん、大丈夫かね、ちょっと打ったらダメなんだよって言ったけど、打つとやっぱり振動が伝わると、はい、これでもう完全に外れてしまう、はい、ということもあるので、これはね自分でやるおすすめ度ね 20% ぐらい、一回バラすとオフセットずれちゃうから、ね、うん、あ、はい、その調整もしなきゃいけないんで、できる、あら、できるだよっていう人はやってみるのが、の調整ができる人はいいかなと思います。うん、はいはい、それと単純にね、うん、ニッケル水素バッテリー使ってたら、はい、冬場になると自然放電してる場合があるんですね。うん、朝起きても、うん、朝まで充電してたのに、はい、もう夜のうちに充電が終わってて、うん、温度がガンガンに冷えてったら、うん、もう放電してたってことがあるんで、はいはい、これね。対応法はバッテリー変えてみましょう、リポとかにね、案外動いちゃう。でもう一つね、海外製使ってる人、コネクタ見てください、コネクタの接点の片方だけついてるように見えて逃げてる時あるんですね、刺さってない、片方だけ抜けかかってると、そうそうそう、はい、これでね、案外治っちゃう。その場合はその日は使えばいいんですけど、別の日にコネクタを交換しちゃった方がいいので、抜けやすくなっちゃったりして、ね、そう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 、はい、良くないと思いますので、はい、でここら辺がね、いいかなと思うんですけど、番外編としてこの不動次世代電動ガンはボルトロックシステムついてますよね、はい、あれ解除し、説明書読まないで解除分かんなかった、あ、いますね、はい、それとかあとは AK なんかは引きながらもう打たなきゃいけないとか、ちょっと特殊な構造があるので、はい、最近のは、はい、あと電子トリガーかな、ね、もう設定しまくっちゃって、はい、エラーを起こして突然止まっちゃったと、はいはいはい、で電子トリガーついたらバッテリー電圧低いと止まるんですよね、今安全装置で、その場合もあるからバッテリー交換したり、一回工場
出荷状態リセットする基板系は一回リセットする、そうリセットする、うん、そういうのね大事だと思いますよ。どうしても動かない場合ね、そう、そういうのがで極論困ったらお店持ってこい持ってこい、うん、だからもうこれでやってお金取ったり取らなかったりするものもあるし、大体こう単純に動いたヒューズ代だったらヒューズ代だけで終わるしっていう、今回電動ガンですし、ね、電動ガンです、はい、これエアコキだったりとかガス風呂だったりとかでまた担当がねいろいろ分かれてますから、全然分かんないですからね、はい、ガス風呂だって言ってもフローバルブがどうのこうのって言われても、うん、フローバルブねっていう、ちょっと担当に変わりますって、まあ、なります、僕が出たってなりますから、はい、誰が出たってなっちゃいますけど、そんなわけで、はい、はい、皆さんもちょっとね、もし動かないな、壊れてるかなと思ったらこう動画見てね、またご連絡いただければ、ちょっとここら辺怪しいよっていうのを対処してもらえればと思います、はい、それではこれはどれでいけばいいのか、僕はバイデムを使って、バイデムいいですよ、あ、いいですか、バイデムでいいですよ、あ、バイデム、バイデム、はい